ピサの斜塔をガリレオによるピサの斜塔実験とは、ガリレオ・ガリレーが実施したとされる物理実験。ガリレオはピサの斜塔の上から質量の異なる二つの物体を同時に落とし、それらが同時に地面に到達することを観測したと伝えられている。この実験はガリレオの弟子のビンチェンツオ・ビビアーニによって世に広まった。しかし、複数の学者はガリレオは この実験を実施していないと主張している。ガリレオ・ガリレー・ガリレオ・ガリレーは1564年、ピサに生まれ、1589年から1592年まで、ピサ大学教授の地位にあった。ピサの斜頭実験は、ピサ大学教授時代の出来事として伝えられている。伝えられている話によると、ガリレオは、ピサの斜頭のてっぺんに登り、教授たちを含む見物客の見守る中、 二つの玉を同時に落とした。すると、二つの玉は同時、あるいはほぼ同時に地面に到達した。なお、時代が下るにつれて、書籍などで脚色が加わるようになったため、実験の詳細については出典により異なる。この実験の背景には、古代ギリシアの哲学者、アリストテレスの理論がある。アリストテレスは、著書、自然学で、同じ媒体の中では、 物体の重さが大きいほど速く移動すると記し、著書、天体論でも、重さが2倍の物体は一定の距離を半分の時間で動くと記している。すなわちアリストテレスは、物体が落下する時の速度は、物体の質量に比例すると述べていた。そして、ガリレオの時代、多くの教授はまだ、アリストテレスの考えを支持していた。例えば、ピサ大学時代において、 ガリレオの死にあたるフランチェスコ・ブオナミチも著書でこの考えを前提に議論を進めている。したがって、シャトー実験は古代より信じられていたアリストテレスの考えを打ち破るものであり、実験の目的は旧来の教授たちに事実を見せるためだったと言われている。進化学対話、ガリレオ本人は著書、運動について、天文対話、進化学対話において、 物体の落下について述べている。しかし、ピサの斜塔実験については、いずれの著作にも見当たらない。運動について、運動については、ピサ大学教授時代に書かれた本である。ただし、ガリレオの生前には交換されていない。同書では、塔からの物体落下について複数回取り上げている。そしてその中では、以下のように、アリストテレスを批判している。この意見が、 どれほど馬鹿げたものであるかは、白日よりもなお明らかである。というのは、例えば次のようなことを誰が一体信ずるだろうか。一方が、他方の100倍も、大きい鉛の玉が月の天球から落とされた場合、大きい方が1時間で地球に到着するのに、小さい方は、この運動に100時間も費やすなどということを。また、一方が、他方の2倍の大きさを持つ2つの石が、 高い塔から同時に投げられた場合、大きい方が地上に着いたとき、小さい方がまだ塔の半分のところにいるなどということを。しかし、上記の箇所においても、また、同書中の他の箇所においても、ピサの斜塔から実験したとは述べられていない。その上同書では、運動の始めには軽いものの方が重いものより先を進み、より早いとも記されている。この時代のガリレオは、 まだ落体の法則についての考えが固まっていなかったと考えられている。進化学対話、進化学対話はガリレオ晩年の1638年に出版された本である。本書は三人の登場人物による対話で構成されている。そして、その一人であるサグレードが次のように話す場面がある。しかしシンプリーチョさん、私はこのことを試してみましたから。 あなたに受け合いますが、100リップラや200リップラあるいはそれ以上の重さの大砲の玉は、200ブラッチョの高さから落下した時でも、半リップラの重さのマスケット銃の玉より、ただの1パルモさえも先にならないのです。さらに別の箇所では、登場人物のサルビアーティが同じ大きさであるが、例えば鉛の玉と菓子の玉のように、一方が他方より10倍。 内し12倍も重い2つの玉が150あるいは200ブラッジョの高さから落下するとき、両者はほとんど同じ速さで地面に到達することが実験により示されますからと話している。このように本書ではガリレオ自身の実験とは書かれていないものの、異なる重さの2つの物体を同時に落とすことが実験されたと記述されている。 ピサの射灯実験を世に広めたヴィンチェンツオ・ビビアーニピサの射灯実験を初めて公表したのはガリレオの弟子のヴィンチェンツオ・ビビアーニである。ビビアーニは1654年から1657年の間に書か,かれ1717 17年に発表されたガリレオの電気において以下のように記した。とりわけ例えば重さをことにする同じ材質の運動体が 同じ倍率中を運動するとき、アリストテレスによって規定されているように、その速さが重さに比例するということはなく、かえってすべての物体は同じ速さで運動するということである。このことを、ガリレオはピサの斜塔の上から実験を繰り返すことによって、他の教授や哲学者やすべての学生の前で証明した。この記述が、後世の電気作家たちの著書に採用され、 さらに脚色が加えられ、広まっていった。なお、ビビアーニがガリレオの元にいたのは、ガリレオ晩年の1639年から1642年までであるため、ビビアーニ自身は、この実験を見学していない。ガリレオより、前の時代、あるいは、ガリレオと同時代に、ガリレオ以外の手によって、アリストテレスの考えを批判した記録や、 異なる重さの物体が落とされた実験について書かれた記録も残されている。アリストテレスの理論については古くは6世紀にヨハネス・ピロポノスによって批判されていた。また1544年にベネデクト・バルキも重いものほど早く落ちるというアリストテレスの考えは正しくないと述べている。アリストテレスの理論を思考実験という形で否定したのは イタリアのジャンバッティスタ・ベネデッティである。1554年、ベネデッティは同じ重さの5個の玉を同時に落とす運動を考えた。この時、5個の玉は同時に地面に到達する。しかし、5個のうちの4個の玉をつなげて1個の物体と考えた場合、それは元の玉の4倍の重さとなる。したがって、元の玉の重さでも、その4倍の重さでも、 地面に到達するのは同時だと考えられる。ベネデッティの考えは、ガリレオに影響を与えたと言われている。実際、ガリレオの新科学対話では、蒸気の思考実験と似た議論が展開されている。ベルギーのジャン・テニエもまた、ベネデッティの影響を受けた。テニエは1561年の著書で落体の理論を、記し、同書は1579年に英訳された。この本では、 ベネデッティに触れていないが、内容は図も含めて、ベネデッティの著作と同一であり、明らかにベネデッティの表説である。しかし同書によって、ベネデッティの理論は、イタリア国外に広がった。テニエの本を読んだ一人が、オランダのシモン・ステビンであった。そして、ステビンは、知人で、デリフト市長のデクロートと協力して、落下実験を試みた。ステビンらは、一方が、 他方の10倍の重さの2つの鉛の玉を用意し、それを30フィートの高さから同時に落とした。そして玉が落ちる音が1回だけ聞こえたことから、アリストテレスの理論は正しくないと結論付けた。ステビンラの実験は遅くとも1586年に実施されている。したがって仮にガリレオがピサ時代に実験していたとしても、 ステビンラの実験はそれより3年以上早い。この他、パドバ大学のジュゼッペ・モレッティも、1576年、同じ大きさの鉛の玉と木の玉を同時に落とすと、同時に地面に到達することを実験したと述べている。ガリレオ存命中のピサの斜塔実験としては、以下の2例がある。どちらも、ガリレオがピサ大学を離れて以降の出来事である。1612年。 ジョルジョ・コレジオはピサの斜塔から同じ材質で異なる重さの物体を落下させたと記録した。これはガリレオの友人でありアリストテレスを批判していたヤコポ・マッツォーニに反論するためであった。コレジオは物体が同じ速さで落ちているように思うのは低い場所で実験しているからだと考えたのである。コレジオの実験では重い物体は軽い物体よりも 早く落ちるという結果が得られた。したがってコレジオは、アリストテレスは正しいと結論付けた。1641年、ヴィンチェンツォ・レニエリもピサの斜塔で実験した。これは、同じ大きさの鉛の玉と木の玉を落下させると同じ、速度で地面に到達するという、イエズスカイシ、ニッコロ・カベオの記述を確かめるためであった。レニエリによれば、 この実験では少なくとも3キュビットの差が生じた。また、球形砲弾とマスケット銃弾の大きさにそれぞれ、等しい2つの鉛の玉での実験では、大きい玉が手のひら1つ分だけ先に落ちるという結果が得られた。レニエリは、この実験の解釈について、ガリレオに手紙で意見を求めた。ガリレオによるピサの射糖実験は、ビビアーニ以降広まっていった。 一般向けの科学書では、現在に至るまで、この話を事実として描かれているものが多い。また、専門書でも、シャトー実験は、実際にあったと述べているものが多くある。例えば、ガリレオ全州の編社であるアントニオ・ファボーロは、ガリレオ時代の記録を研究した結果、ビビアーニの記録は信頼できると論じた。また、フリードリヒ・ヒダンネマンは、 1910年から1913年に出版された大作大自然科学誌の中でガリレオはピサの斜塔から半ポンドの縦岩と100ポンドの方岩を同時に落とした。ところが後者はただ2、3インチばかり先に落ちただけであったと記した。一方、ビビアーニの記述を疑いガリレオは実際にはピサの斜塔で実験していないと主張する学者も現れた。 ドイツのエイミール・ボールビルは、ガリレオの運動についてを検討した上で、ピサ時代のまだ不安定なガリレオと、斜塔での公開実験のような積極的で、挑戦的な態度とは相入れないものだと考えた。レーン・クーパーは1930年代に、ビビアーニの話は事実だと証明できないと論じ、斜塔の話をそのまま受け入れることは、 アリストテレスの話を真実だと信じ込むのと同じようなものだと述べた。アレクサンドル・コイレも1930年代の著作でピサの斜塔実験を否定した。そしてまだ若く権威のないガリレオが教授たちを集めて実験に立ち合わせたと考えるのは現実的でないと指摘した。それどころかコイレはガリレオによる他の実験についても否定し、 ガリレオの実験として名高い斜面を利用した実験に対してもガリレオが記録した方法では実施不可能だと主張した。こういったコイレの主張に対してフランス科学史家のアルド・ミエリは、え、コイレはガリレオはピサの実験を行わなかったし考えつきもしなかったとこわだかに主張するために我々の元にやってきたと評した上で批判した。20世紀後半に入っても 多くの学者が射灯実験について研究している。実験がなかったとする人は、実験の記録がビビアーニの著書以外に存在しないことを指摘している。例えば、科学者の伊藤俊太郎は、1985年の著書などで、ガリレオの運動についてでも、それ以降のコレジオや、レニエリーの実験記録でも、ガリレオの射灯実験について触れられていないと述べている。また、 レニエリがガリレオに宛てた手紙に対し、ガリレオは返事を出している。その返事自体は現在残っていないが、そのガリレオの返事に対するレニエリの返事が残っているので、そこからガリレオの手紙の内容を推測することができる。レニエリはピサの斜塔から実験したことをガリレオに知らせているので、ガリレオも自らの実験のことを話題に出すのが当然と思われるが、ガリレオは 自らが実験したはずのピサの射灯実験について述べていない。以上のことから伊藤はピサ時代に射灯において実験したという痕跡は全くないと言って良いと結論づけている。射灯実験があったと主張する学者としてはスティルマン・ドレークがいる。ドレークは1970年代に出版したガリレオの電気の中で、まずこの実験の結果については、 実験前からガリレオは知っていたのだから、これはデモンストレーションだと論じた。そして、この実験は長年忘れ去られていたが、ガリレオは、レニエリーの手紙を読んでこのことを思い出したのだろうと、推測した。当時ガリレオは、目が不自由だったため、手紙はビビアーニに口述させていた。ドレークの推測によれば、ガリレオは、レニエリーに返事を書く際、ビビアーニに、 過去の自分の実験についても話した。その内容自体が手紙に書かれていたかどうかはさておき、ビビアーニはガリレオからその時聞いた話を覚えていて、後にガリレオの電気を書く際に記した。その裏付けとして以下の事実を指摘している。デニエリーの手紙には異なる材質の玉を落下させる実験と同じ材質で異なる重さの玉を落下させる実験の二つが書かれているが、 ガリレオがピサ時代に結果を理解していたのは前者の実験であり、そしてビビアーニが記したガリレオによるピサの斜塔実験も前者の実験であるため一致している。ビビアーニの電気の他の箇所には疑わしい点もあるが、この件に関しては正確であるのでビビアーニを信用できると思われる。21世紀に入っても、 ピサの射灯実験については、少なくとも一回は実験したとする学者もあるが、否定する学者も多い。メディアを再生する月面で羽とハンマーを落下させる、デイビッド・スコット・ピソの射灯実験は、ピサ時代のガリレオ逸話の中で最も有名であるが、この逸話が事実かどうかについては定かでない。また、実験していたとしても、必ずしも二つの弾が同時に落ちるとは限らない。 空気抵抗の問題の他にも、人間が二つの玉を同時に落としたつもりでいても、実際は手を離す時間に差があることも確かめられている。このような問題があるにもかかわらず、このエピソードは今でも人気があり、知られている。その理由として、ロバート・ピー・クリースは、ビビアーニの描写の力、一般向けの本では、複雑な事実を一つの逸話で表しがちなこと、 これまでの権威の蘇生が暴かれ追放されるという物語が好まれることの3つを挙げている。ガリレオの死後もデモンストレーションとして類似の実験が実施されている。空気ポンプの発明により真空に近い状態を作り出せるようになってからは真空中で2つの物体を落とす実験が何度もなされている。科学史屋のアイバーナード公演はトー実験について何度も聞かれるので 1956年、観客がいる中で、ピサの車頭から2つの弾を落とした。弾はほぼ同時に地面についた。1971年、アポロ15号の月面活動の際、ガリレオの実験が実施された。これは、宇宙船通信担当官のジョー・アレンの発案で、実験は船長のデイビッド・スコットによりなされた。カメラの前に立ったスコットは、片手に、ハヤブサの羽、 もう片方の手にサンプル採取用のハンマーを持ち、同時に手を離した。直前のテストでは静電気により羽が手袋についてしまい失敗したが、本番では羽とハンマーは同時に地面についた。結果を見て眼性室に拍手が起こった。ありがとうございます。